GNOME Core Applications は、おおよそ30のアプリケーションの集合体で、フリーで、オープンソースの GNOME デスクトップ環境の、標準の一部をなす。GNOME Core Applications は、GNOME デスクトップの見た目と感じを持っており、いくつかのアプリケーションは新規で、書かれ、また他のものはポートによっている。最新のバージョンの GTK によって提供される。 新しい gui ウィジェットの利用は、gnome ヒューマンインターフェースガイドラインをエルゴノミクス的に実装するために行われるもので、これはすべての gnome コアアプリケーションズに共通している。gnome コアアプリケーションズのうち、いくつかは本質的なもので、いくつかはそうではない。エボリューションを除くすべての gnome。 コアアプリケーションズはジチークヘッダーバーを特徴としている。ジチークヘッダーバーはバージョン3.10で GTK に導入されたウィジェットであり、タイトルバーとツールバーをクライアント側の装飾で置き換えるものである。GNOME3 のデフォルトのグラフィカルなシェルは GNOME シェルで、かつてこれは GNOME パネルであった。グラフィカルシェルの代替としてはシナモンのようなものがある。 ありがとうございます。